片手に悩んでいるご年配の方、そしてその横にはスマホの操作を熱心に教えている若い方の姿もあります。デジタルが苦手なシニア世代にスマホの操作に慣れてもっと使いこなしてもらおうと企画されたのがこちらのイベント、朝日新聞デジタルを使ったスマホ教室です。すごく今教えていただいて勉強になってます。はい、うん、いや隣にいてくださるとよくわかるからもう簡単なやり方を教えてもらったから助かってます。よかったです。100点満点。100点満点。100点満点。先生役は市内の学生さんを中心に7人が担当。年長の方を相手に教え方がとっても上手なんです。また学業の傍ら朝日新聞のイベント運営スタッフとして高校野球の写真展や吹奏楽のコンクールなどさまざまなイベントで活躍しています。はい、いろいろなイベントの方に関わらせていただいてますと話すのは今年からスタッフ入りをしたという北大大学院に通う新海夏実さんです。さまざまな経歴でしたりとか考え方を持った方と関わることでもうより私自身の世界が広がるっていうところで今後にも間違いなく生かしていけるなと思っております。尾崎翔輝さんは酪農学園大学に今年4月まで在籍。現在はイベントを運営する朝日サービスのアルバイトスタッフとして活動しています。自分が笑顔で接してもらえると嬉しいのでやっぱり自分からも笑顔で接することは心がけております。スマホ慣れていないお客様とかにもちゃんと説明して結構分かっていただけるとこちらとしてもとても嬉しいですし自然と笑顔にもなります。それがとてもやりがいって感じます。ところで皆さんは朝日新聞が運営するニュースサイト朝日新聞デジタルをご存知でしょうか。紙と一緒に楽しむをテーマに楽しみながらニュースを身近に感じられるコンテンツがいっぱいのサイトです。この日も記事をスクラップする方法など朝日新聞デジタルの使い方についても丁寧に教えていました。自分に身になるよね。いろんなニュースがあっていろんな人の考え方も知ることができてね。イベントはおよそ1時間半行われましたが参加されたシニアの方も先生役の学生さん方も皆さん笑顔にあふれていました。どうも親切役もしっかり分かるように教えていただきました。でも D ポイントと PP の使い方も教えてもらったから今日はそれだけでもありがたいです。そうですね。なんか QR コードの使い方とか自分の疑問に思っているところをね教えていただけるからすごく良かったです。